はい、じゃあね、やっていきましょう。ちょっと待って、これ。なんで、どうやってそこ行くの。やばいだろ、お前。どうした。ちょっと待てよ。ちょっと、話しかけられんのかな、あれ。いけねえか。オッケー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 。来たぞ、来たぞ。飛べるか。よし、来た来た来た。あれ、話しかけられない。待って、こっち見上げてんだけど。ええ、ちょっとなんでこれ。どうすりゃいいのこれ。あんまりやん、これ。助からないの、あんた。バグでしょ、これ。おい。いや、カワウソだっけ、これ。ラッコ？ラッコかカワウソかわからないけども。なんでそこにおるんじゃ。ちょっと待って、これ。やばい。びしゃびしゃやんけ。なんだ、涼んでんのか。いや、寒くねえの、そこ。やばいな。どうすれば助けられるのかな、あれ。いや、これ無理だな。こっちはできるんだよね。もちろんできるんだけど、ここができねえの。しゃあないな、これ。バグだから、治るの待とう。よっしゃ、来たー。引っ越しフラグ立ったー。はい、皆さんどうも、こんにちは。クロロです。はい、今回なんですけれども、はい、住民のね、引っ越しを手軽にね、行える方法、説明していきたいと思います。はい。ではね、今早速やってるんですけども、こういう風にね、どうしようって悩んでる頭の上にモヤモヤがね、出てると思うんですけども、このモヤモヤが、引っ越し、フラグですね。今作から、勝手に引っ越すっていうことはなくなって、こういう風にね、住民全員、お伺いフラグをね、立ててくれます。こういう風にフラグに応じて、話をかけると、はい、マスカラス、はい、聞いてくれるかと、まあ、こういう風にね、引っ越してもいいかい、それとも残ろうかいっていう風にね、聞いてくれます。で、ここで引っ越してくださいっていう風に言うと、相手はね、住民は引っ越してくれます。で、待ってっていう風にすると、引き止めることができるっていう仕様があります。うん、わかった。いってらっしゃい、マスカラス。まあ、という風にね、やって、住民をね、追い出すっていうか、まあ見送るね、ことができるんですよ。これを使った、住民厳選方法というのがありまして、簡単に説明をすると、一番最初、まずね、1ヶ月ないし、まあ2週間ぐらい時間を進める。その次、村の住民の頭の上に、まあ、悩んでるモヤモヤがないか、チェックする。まあ、その時に、モヤモヤがあったら話をかけて見送る。モヤモヤがなければ、もう一度1ヶ月ほど時間を進めて確認をする。時間を進めて確認をするっていう風な繰り返しですね。はい、それでは早速やっていきましょう。ここでは時間変更は必須ですので、時間変更したくない方はブラウザバックをお願いします。はい、それでは早速やっていきましょう。はい、第1 一番最初はマスカラスさんなんですけど、でこの子ね、追い出すにあたって明日引っ越しますので、今日フラグ立ったら明日ですね。日付を明日に進めようと思います。で、ここなんですけど、必ずセーブをね、して終わってください。はい、セーブをして終わる。はい、そして、ここからですね、画面に戻り、ホーム画面に戻って、設定から時間をいじることになります。で、ここはもう、1日だけね、日付をずらしてあげましょう。住民厳選をするときは、だいたい昼間に時間を合わせて、はい、プレイしています。夜とかだと寝てる住民もいるので、まあだいたい昼間ですね。
そしてイベントがない日がいいので土曜日曜以外の方がいいですね。他のイベントが起きているとおそらく引っ越しフラグがね立たなかったりしますので、その辺はね要注意でございます。はい、こういう風にね明日マスカラスさんが悪徳諸島を出ていくそうで、引っ越しの準備をしていますと、こういう風に引っ越しに入りましたよと。はい、この日が段ボールに荷詰めをねしてる日ですので、もしね他の人にこの準備をね譲りたいという場合はその住民にね話しかけてもらうと、はい、自分の島に来るという風になっておりますので、もし住人を他の島に譲りたい場合などこの方法を使えると思いますので、使うといいかなと思います。でこの日は荷詰めをしている状態ですので、特に何もすることなくそのままねセーブをねします。はい、セーブをして終わる。はい、そしてまたホームに戻りゲームを終了で、ここで大幅に、まあ、来年とかにしたくない場合は3月とかに時間をね遡ってしまいましょう。よいしょ、日付をね遡った日にはアナウンスがね流れないんですよ。ですのでそのまんまセーブをしてください。この日には何もねイベントは起こりません。100回ぐらいね日付を、戻ったりして進めたりして、日付が戻って始めた場合イベントはね起きないことは確認できておりますので、はい、そしてまたホームに戻りゲームを閉じた後時間をねいじります。時間を次の日にね進めましょう。基本的に土曜日曜じゃなくて別の日にね日付変更するといいかなと思います。なんでかというと、このねトタケケのライブがある日は住民のね引っ越しイベントモヤモヤがね起こらないっていう風に確認自分でしてますんで、もしねモヤが起きた場合は私にね教えていただければなと思います。だいたい100回ぐらい試行してもう出てきてないんで、それはないかなと思います。まあ、こういう風にね引っ越し完了ですね。こういう風にね一通り見てさらっとね見た後にセーブをします。ここでね島をねここでくまなく全員ね見て回ろうとすると、島を全部作ってしまってる人はね、かなりね見つけるのが大変ですので、まあ、さらっとね通るようにしましょう。さあここからはもうだいぶ進めていきます。もう1ヶ月とかね2週間ぐらい進めてもいいのかなっていうふうに思います。はい、4月13日月曜日に飛ばしました。はい、特にないと静江さんね言ってますので、さあ1ヶ月飛ばした場合は住民がね新たに引っ越してきててもわからない場合がありますので、この朝のね島内放送で流れない場合がありますので、マップでね新しい住人来てないか確認をしましょう。ここでマップで新しい住人が入ってきてる場合は話しかけに行ってもらいます。なんで話しかける必要があるかって言いますと、なぜかわからないんですけど、あ、俺の少しフラグが、あ、来た、タコがいなくなる。やったー、タコやったよ、ありがとうタコ、後ろのバッテン可愛かったぜ。だ、頑張ってね、やったかっこよかったぜタコ、じゃあなタコ。まあ、こういう風にねイベントが起こりますと、やったぜ、今10分もかかってないんじゃないかな。まあ、そのぐらい簡単にね引っ越しフラグを立てることができます。はい、また、日付をね変更していきます。最初と同じく1日ですね。はい、1日進めていきます。大体の流れは1ヶ月進めて1日進めて、また時間を戻すか1ヶ月進めるかっていうようなサイクルですね。はい、4月14日火曜日、はい、お知らせでね出ていくとアナウンスしてくれますね。はい、 OK で、島内放送ではキャンプサイトにお客さんが来てる時もアナウンスしてくれますので、その時はしっかりねキャンプサイトを見てもらうと確率上がるかなというふうに思います。住民厳選の確率が上がるかなと思います。まあ、ここまで走る必要なかったわ。さあセーブして終わる。本当はもう家を出た瞬間にセーブして終わるで大丈夫です。はい、そしてまた1ヶ月ほど進めて、はい、始めるというふうな感じです。はい、さてと引っ越しフラグだったな、でもこの子はあかんなっていう風な場合は切りましょう。またね、セーブをせずにですね消してしまった後に始めましょう。日付をねちゃんとずらした状態で始めないとまた同じ子はね悩み始めるという風になりますので、しっかりね日付を1日2日、ずらして始めましょう。さてと他の子にモヤモヤが映ってるかどうか見てみましょうか。これね私がね何、あー来た、映ってるわ申し訳ない。はい、映ってますね、キングに。来たー、はい。
もうこういう風にね、何回かやると映りますんで、まあ今は1回目でね映りましたけどもね。よし、秋田頑張ってねーと、キング行ってらっしゃい。気が早いが、まあねえ、1日も経ってないけどもあんたなあ、行ってらっしゃい。こういう風にねフラグを回収しましたら、しっかりねセーブして終わりましょう。はい、セーブして終わったらまた次の日に移るという風にやります。はい、そしてはい、次の日になりましたね。次の日になった瞬間にね、もうねここでもうすぐセーブして終わってください。以上、自分の好きな住民を残して自分が引っ越してほしい住民を引っ越ししてもらう手順を説明いたしました。いかがだったでしょうか。まあこういう風にね、自分が好きな住民を集めて嫌だなーって引っ越してほしいなっていうね住民を越しさせて、自分が一番住みたい島をね作っていきましょう。はい、こちらの動画少しでもいいねと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。では次回の動画でまた会いましょう。またな。